あ、いい距離来ました。ああいう距離、頑張ったら狙えるかなーっていう。ほらほら、倒せるっしょ、あの距離。ほらほらほら、ツーマン、ツーマン。BF1 の突撃じゃ絶対無理やったろ、あんな距離。ね。あ、スナイパーいますね。ほら、スナイパーに勝つんよ、こうやって。ね、中距離強いやろ、マジで。はい、どうもお疲れ様です。TI ルーでございます。今日も BF5 の実況を撮っていきましょう。今回はね、突撃兵で、うるさい。突撃兵でね、やっていこうかと思います。まあね、ようやくこのアサルトライフル出たんですよね。ほら、タイプ書いてあるでしょ？アサルトライフルが出ました。BF1 ではさ、突撃サブマシンガンしかなかったよ。ショットガンと MP18 とかオートマチコ、リベイロールとかね。近距離戦しかできんかったわけ。で、遠距離はさ、伏せてロケットガンとかで、ね、何とかさ、倒しとったわけやけど、このアサルトライフル登場のおかげで、中距離がガンガン抜けるんよ、今作。これは強い。ようやく中距離戦えるんだった、突撃って感じでね。じゃあ、今回突撃でやっていきましょうか。まあ、ゲームの、どういうゲームかって説明はね、おそらく昨日上がってるだろう、スナイパーのね、動画で説明させていただいたんでね、どういうゲームか知りたい人はね、昨日の動画見てください。今日はちょっとがっつりカットしながらやっていきます。使ってる武器はね、STG44 っていうね、第二次大戦でよく使われたね、アサルトライフルになりますね。まあ、コットダブダブ2とかでもよくね、使われてるところがね、よく見受けられましたけれどもね、奥よるな。あの距離、今、まあ、マップ映ってる距離ぐらいでもね、このアサルトライフルで全然倒せるからね、単発撃ちが結構強い。まあ、弾数が少ないから、単発撃ちが、ね、弾の節約になるっていう点もあるしね、結構強いんですよ。跳ね上がりが結構あるから、それは辛いんだが。あれ倒せんでね。おっ、ういっ、オーケーナイス、素晴らしい。なんかいるね、近く。あいつか。はい、一人。はい、二人。いいね。もちろんね、近距離はこう、フルオートでね、がっつりね、抜いていくわけですね、こんな風に。あ、ヒール足ですか、しゃあない。弾がちょっと少ないからね、節約したい。あれは死んでる？ちょ、チャーリー入っていいか、これ。一人で入りたくない、みんな来て、一緒に。一緒に来てくれないと、これチャーリー無理っすよ、正面。はい、1キル、いいね。弾もらえますか、こいつ、敵倒したらね、弾もらえるんでね、チャーリー結構おるな、かなりの人数おるな、これ。敵の数はね、今、ハト入ってる C っていう文字の下にね、グラフが出てるんでね、棒グラフ、そこにね、そこ見たら分かるんで。あ、これやばい、これ死んだ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 。何ここ何ここ出られんねんけど、君ら、ちょ、熱苦しい、男3人、こんなとこ熱苦しい、出して、あして、これ、もう何やこれ、壊せる、おい、なんだこれ、で、出れるかな、これ、あっしょ、出れた、ほんま臭かった。はいはいはい、1キル、もう1人いるか、あれか、はい、2キル、ちょ、グレ来てない、これ、あ、味方や、グレどうやって投げ返すの、ちょっと調べたけどよかったな、あー、タンクいるよ、普通に。はい、24ダメージ。あ、なるほど、なるほど。で、ダイナマイトで倒したいな、どっちかっていうと。これ、スカイステーねんな、これ、ロケットがね。うん。ほんま、経費の無駄遣いよね。あ、結構いるわ。よしね。あ、これね、アサルトね、腰ダメ精度あんま良くないの。うん。きっちり AD すらね、アサルト当たらない。感じかな。はい、2キル。強いな、アサルト。ちょっとできればね、遠距離抜いていくとこもね、見せてあげたいんだけどね。これ、味方やな。弾が26発か。ちょ、単発撃ちで遠距離抜いていきますか。エコーまだ結構敵いるで、これ。棒グラフに。半分ぐらい。過半数敵やん、これ。どっかわからんな。いた。だー、エコーなんとか取りたいんだよな。味方の数が少々少ないか、これ。はい、1キル。ここら辺に足音するんだよな。いた。2キル。味方がこれびっくりした。ハンドが弱いからな。ちょっとできればハンドが戦いたくない。蘇生したけどもいいけどな、ね。安全な場所引きずって蘇生がね、今回まだできないの。アルファ版が実装されてないから、地べ、なんかすごい無防備なところでさ、蘇生を始めるから、どっちも殺されちゃうのね。だからちょっと蘇生はできない。看護師じゃない限りね。ほら、あの距離も抜けるよ、ちゃんとね。たった数発で。ここが BF1 と違ってね。え、今誰に撃たれた今。え、今上におったん敵か、え、味方だよね。敵やったわ。やったやった。ここはちょっと安全やから蘇生してあげようか。はい。助かれー。こう、こうやって背中させてあげるとね、生き返るんでね。そういうシステムなんです。はい。こいつは、あ、蘇生してくれてるね。オッケーオッケー。うわー、たた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 、はい、オッケー。なんで俺反応が出なかったの、アサルトあったのに。意味わからんわ。いい、まだ2、3人ぐらいおるな、この感じね。どこやろ、あっちかな、違うか。んあれだ。ごめん。あれ、どれか分からん。もうロケットぶっ放そう。43ダメ。マジか。エコー、これ過半数敵やん、まだ。え、どこおるこれ。あ、いた。あー、マジか。
ああ、分隊全滅しちゃったね。分隊が全滅すると、近くに看護兵がおっても蘇生してもらえなくなりますね。はい。おーっと、これはタンクですね。この音めっちゃ好き。キューンって音。やばいよね。でもなんであんな、戦士が離れてるところに落とすんだよ。アイスやりたいけど16発で倒せるかな。あっ！くそ。いいね。オッケー、チル。まだおるな。絶対おる、絶対おる。裏取りできてる気がするんだよな。うわー、ラグった、めっちゃラグった、今。ちょっと CPU スペックがね、ちょっと私足りないみたいで。そこはちょっと、スペック上げたい。え、なんかおった、今。スペック上げたいところではあるけども。な、正面一人おんな、これ。はい、あ、ヘッショ。ヘッショ判定がね、甘くなってるって昨日言った通りやねんけど、アサルトでもね、しっかりヘッショ狙った方が強いね、これ。お、ナイス、いいね。え、まだおるこの辺。いや、これ敵味方やと思うんだが。さあ、敵拠点近づいてきたんで、そろそろちょっと、あ、いるわ。はい、ありがとう、2キル。いい、アーサルトです。そこでね。おお、いいね。ちゃんとああいう中距離もね、抜けるってのがいいよね、アーサルトで。さあ、一人でチャーリー行きたくないんだが。あ、撃たれた。 DMR かな、今の感じは。あれや。あっ、そ、ちょ、調子乗ったな。お前ら、チャーリーなんとか攻め落とすぞ。分隊行動しましょう、分隊行動。ん？あー、ダメか。あれ落としたらちょっとモンタージュクリップだけどね。ああ、戦闘機をロケラでちゃんと落とせるっていうのがね、そう、モンタージュ映えするっていうね。あ、いるわ、普通に。びっくりした。ああ、おった、普通に。はい、3キルありがとうございます、スリーマン。チャーリー全滅した？したね。オッケー、もう一人いない。じゃあ、取りましょうか。おお、これそう。なんか、こういうとこから急に落ちたときね、落ちるーっつっていう動作して、ちゃんと 手でね、掴みに行くっていう、そういうね、リアルな動作があるんですね。はい、1キル。チャーリーまだ一人いるな。どこや、どっかにいるぞ。見つけよう、見つけよう。誰がフレアが撃ってほしいねんけどな。確実に一人いるよ、まだ棒グラフに見る限りね。あ、いなくなりましたね。オッケー。じゃあ、そうだね。あ、あと F 強じゃなきゃなきゃ F 行きましょう。その前に、弾もらっていくか。そう、一回こう戦いが終わったらしっかり弾をね補給していきましょう、こうやってね。はーい。あ、あれ落としますかね。おっ、あー、もうちょっと上か。すごい弾落ちるから、偏差が大変よ。あ、いい距離来ました。ああいう距離頑張ったら狙えるかなーっていう。ほらほら、倒せるっしょ、あの距離。ほらほらほら、ツーマンツーマン。 BF1 の突撃じゃ絶対無理やったろ、あんな距離ね。あ、スナイパーいますね。ほら、スナイパーに勝つんよ、こうやってね。中距離強いやろ、マジで。これはいいな。いや、BF4 みたいとはとても言えないけどね、さすがに。BF4 のアンサルトみたいに中距離抜けないけど、十分狙っていける。BF1 と全然違うから。あ、しまった。オッケーオッケー、ナイスナイス。キッチ、ヘッシュ一発入れるだけでね、全然もう、勝率が変わってくるね。頭狙った方がいいやろうな。いた。オッケーです。いいね。ちょっと打ちすぎかな。もうちょっとね、単発でいつも当たるんですけど、今回ちょっと調子悪かったね。足音。はい、オッケー、いいね。あー、強い。焦ると使っててほんま楽しい。でも、もっと楽しいのはね、サブマシンガン、もっと楽しい。それはね、また明日の動画あげるんで、チャンネル登録よろしくお願いしますね。動画の途中に挟むことでね、ちょっと登録者のね、登録ボタンを促していくと。そういうわけです。さあ、エコー取ったんで、F 取られ、取ってんのか、どこ行こうかな。あれ、チャーリー取られてんの、いつまにか。一人いるね。一人なんだ、あいつだ。はい、オッケー、シール。これで全滅なんで、あとは、任せましょう。じゃあ、僕はもう一回。どうしよっかな。F 拠点行ってさっきのタンク壊しに行くか。あの戦闘機でも狙っ、遠ざかるやつは無理やな。近くに来る戦闘機は、割と落とせんじゃねえかなと思うよ。うん。まだ落としたことないけど、落とせる気がする。オッケー、じゃあ、B 取りに行きましょうかね。結構ね、ここは、スナイパーが強い場所なんでね。上手に立ち回って、頭出ししっかりしてね。やっていかないと。正面行ったよね。あれだ。ここに一人、もう一人いる。オッケー、ツーマン。まだいそうやけどな。銃声せんかった、今。あ、いた。はい、オッケー。いやー、アサルト強いな、普通に。スナイパー弱いな、思ったけど。アサルトは強いわ、ほんまに。絶対突撃強化されてるよ、これ。絶対強化されてる、BF1 から。あ、いいわ。あー、スナイパーだね、あれ。さすがに辛いから。まあ、やめときますか。勝てない可能性の方が高いからね。A 拠点かな、熱いのは。ちょっと A 拠点いきますか。あれか、当たれ。31ダメージ。
はい、オッケー倒した。いいよねー。突撃兵はほんまに遠距離強くなった。ロケットがこう防いで済むからさ、ちゃんと中距離、あ、長距離もね、スナイパーとか倒す効果できるというわけですね。まあ、アサルト倒してみないけど、うわ、どこった今。蘇生してもらえそうやけどね。分隊員結構おるから。HELP! めっちゃ無視するやん。え、めっちゃ無視するやん。え、めっちゃ無視するやん。ビビるわ。今、踏んづけられたしな、しかも。あ、ありがとう。君だけはね、一緒の友達じゃ、製品版でもよろしくな。しゃあ、看護員蘇生されなかった場合は、全員回復じゃないので、そこは注意していただきたい。さて、山の上に敵がいますね。あの辺、あの辺。あ、いた、あれだ。あ、こっちもいいな。あっちあるか、さっき。はい。結構集団したな、今、フロートやったけど。なんか B5 でランダムリコールなくなったんやったっけ。なんか、毎回均等に、跳ね上がるんやったかな、右とか左とか。だから、ちゃんと練習したら CSGO みたいにこう、なんだろう、リコイルを覚えて、エイムコントロールするといいかもしれないんだけど、撃つたびに拡散値上がっていくから、アサルトライフルね。うん。だから、やっぱりこう、単発撃ちの方が俺は強いのかなと思ったりした。遠距離はね。正直、近距離なんか別にリコイルコントロールそんな、がっつりせんと、フルオートに倒せると思うよね。うん。さあ、チャーリー取ってある。いやー、どうしようかな。E拠点行きますか。あ、そこ敵おるな。やるわ。見えへん。全く見えへん。ナイス蘇生、ありがとうございます。じゃあ、行きますか。あ、正面いるわ。もうちょい。はい、オッケー。まだちょっと正面折ったような気が。いった、撃たれた。逃げます。回復したいな。家の中に避難しますかね。撃たれたんは山の、こっちで山から撃たれた気がするんだけど、あれかな。まだいや、他にもいた気がするな。あれだ。ちょっときついか。ほら、32度目入るやろ。一緒で。止まった時って余裕やで。ほら。何今の。うわ。今ちょっと伝わったかな。薬莢がさ、落ちた音聞いてた。今、後ろで物落ちたんかって思うぐらいリアルやったやろ。昨日のスナイパーの動画ではさ、うまく伝えられんかったけど、今のは伝わったと思う。すっごいリアル。カンカララーンと音すんのよね。じゃあ、分隊で湧いて。ちょっと なんか、芋戦車撃ってほしいな。ぶっ飛ばすか。戦車芋んじゃねえよ。戦車って弾なくならんのかな。俺まだ乗ってへんかわからんけど。歩兵ばっかりさ、弾なくなってさ、戦車はどうなんって感じやけど。チャーリー、どうすっかなこれ。まだいるわ。はい、オッケー。ちょっと弾抜けしたか。まあ、外サバなんでね。そこはご愛嬌ということだ。チャーリー、あー、俺入った方がいいかな。正面一人おるな。あいつやって。オッケー。まだいそうやな。あー、チャーリー半分おるな。半分、俺が一人入ってるから、チャーリーあ、二人や。チャーリー二人いる。そこやな。撃つか。あ、違うかったね。あ、で、こっち。この建物今見えた、一瞬。あー、ちょっと待って、降りたわ。ロケット撃つか。え、そこの左の建物撃ったよな。ほら、で、カラシカラシャ。え？いるよね、そこ。ちょっと待って、いるよね。何何、どうやって避けたし、今の。弾ないわよ、見たら。弾もらいに行こう。あ、ちょうどここに弾があった。ありがとうございます。私のために用意して、取れてるというしか言えないぐらいの場所にありましたね。チャーリー、味方の数より敵の数の多いな。どうしよう。あ、そこ落ちた。はい、オッケー、1キル。リロードしてないけどし。銃声だけ聞こえるわ。これやる、やれるやれる。はい。あ、ほら、腰痛め制度くそやねん、これ。腰痛め制度が。ごめんな。なんか、俺も、サンマシガのカンカン打っちゃったけど、アサルトはね、中距離強いけどね、腰痛めほんま弱いから、しっかり ADS せなあかんと。51キルで17です。70キルぐらいしたいけど、無理かな。無理か。さあ、デルタ1人、あ、ドックか。ドック1人いますね。あ、やってくれたね。ありがとうございます。じゃあ、デルタ、ドックはもう、味方に任せます。で、チャーリー行きましょう。一人で行ったら死ぬかな。まあ、やってみるか。分隊行動大事とか言いながら結局一人なんだよね。うん。チャーリー二人か？まあ、マップには二人映ったけど、もっといそうだね。お、これやん。牽引するやつね。戦車でなんかをね。はい、いた。はい、オッケー、1キル。あ、撃たれた。どこやろ。あれか？違う。他にもいる。他にもいるわ。あれ戦車壊せんじゃね。俺が壊す。おっしゃ、ナイスー。いいねー。エコーこんなもんか。よし、今一人歩兵発見。あいつだ。
前しっかり抜いていく。後ろよ、後ろ、後ろ、後ろ、志村、後ろ。え、誰や、後ろおったよな。え、何やられた今。グレネードか、全然見えへんかった。上投げられてた今。蘇生してもらえそうやけどね、こんだけ考えおったら。ヘルプ。あ、来た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 。お願いお願いお願い、私もありがとう。製品版でも頼みます。あ、これさっきの人かな。よっしゃ、じゃあ最後の戦いかな。もうこっち敵発見今。あいつあいつあいつ、はい、オッケー。え、チャーリーまだ2、3人おるかな、この感じは。どこやろう。あ、発見、あれだ。はい、オッケー。まだチャーリーいますね、2人ぐらいと思うが、1人かなこれは。ん、後ろか。あー、マジかー。気づければ。でもまあ蘇生してもらえそうやけどね、結構味方って近くにおるから頼むで。あ、来てくれる来てくれる来てくれる。あ、この子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 、めっちゃ通り過ぎたやん。え、ちょっと待って、私はここよ。あ、あ、看護兵来て死んだー。分隊全滅したらな、看護兵来てもダメなんすよ。奥2人いるな、こいつや。え、強っ。え、誰誰誰。え、今の相打ちなん。やっぱめっちゃうまいやん。ああ、分隊がみんなすぐ死ぬから全然蘇生来ない。ごめん、後半全然キルできんかったさ。後半4キルぐらいしかしてないもん。あの、100チケットぐらい消化して。ダメだな。後半いまいちゃったな。70キルぐらいしたかったんやけど。ダメか。しゃあない。まあ、そういう時もあります。最後38チケ、キル稼いできますか。あの距離やれまーす。あー、隠れたわ。あれ抜けんじゃね。あー、味方の戦闘機か。いった。オッケー、ギリギリやれたな。ちょっと動きながら撃ってるんでね。あれだ、死んだ今の、死んだな。一人正面、もう一人おるな、もう一人おる。分隊がいなくなってるな。あー、やられた。あー、終わった。あー、 GG やね。でも負けたけど、なんか結構ね、レイプゲームにはならないかな。すごい毎回いい勝負になるんだよな。バランスなんかな、分からんけど、ちょっと後半全くキルできなかったな。後半全くキルしないな。まあいいや。はい。ってなわけでね、割と中距離が戦えるようになったというわけでした。はい。じゃあご視聴ありがとうございました。明日は多分ね、援護兵かなんかの動画を上げるかもしれませんね。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。